なので明日はお昼に、デザート部の配信があります。12時から14時なので、まあ、ちょっと全部見れないよって方も多いかもしれないんですけど、なんせ真っ昼間なのでそう、でもなんか試作して、きっと試作ってことは最後食べれると私は信じてるんですね。はい、なのでまあちょっとちょこちょこ来てもらえたら、あ、ちょっと進んでるぞみたいなのも見れるかもしれないし、そうね、あとまあ逆に言えばこうお昼休憩だけとかでもね、お付き合いいただけたら、もしかしたら30分とかしか見れないかもしれないけど、でもまあ、2時まであればワンチャン見れるぞ、ちょっとは見れるぞって人もいると思うので、ねえ、お仕事でね、そう、すっごいお昼で私もびっくりしたんだよ。なんか最初日付間違ってんのかなって思ったもん失礼そう、でも私この間の、配信に出られなかったので、しかも結局あの日見れなかったんですよ。そうだからちょっとデザート部で何が起きてるか私はまだ分かってないんです。なんかシフォンケーキって話だけはみんなのツイッターかな見てて、こうシフォンケーキって話題が出たのかって思いまして、暑い、おいしい、あ、知らない見てた人教えて、あ、タモさん、くまったわ、ありがとうございます。あ、シフォンケーキパフェが有力、 OK。 パフェのことはですね、この間せいちゃんとお出かけした時に、最近パフェが巷で流行っているみたいな話をせいちゃんが教えてくれて、そう、それでなんかその時も行ったカフェにパフェがねあったんですよ。で、私パフェってあんま食べたことないんだけどなんかいいねっていう話はしてて、結構まあワクワクするよねパフェって。うん、しかも結構いろんなものの組み合わせ、それこそなんかそのマリアージュとか言うじゃないですか、そういう要素が強い気がしたので、なんかいろんなものが組み合わせられてるパフェが多いじゃないですか、巷にも。だからちょっといろんな案を、何がベースになるのかとかちょっとよく分かってないですけど、あ、そう、せいちゃんパフェ推しなのは知ってる。その時もパフェいろいろなんか食べたいなって、その時まずそのお店でパフェを頼むかすごい悩んでて、でも結局ご飯でお腹いっぱいになっちゃってやめてたんだけど、既製品使えるの？そうなんだ。何？既製品って何使うの？キットカットとか？ちょうどここにあるんだけどさこの間もちょっと見てたんだけど、サンタさんのやつ、イエーイ、かわいい、ちゃんとこういうのとかあー、オムライス部はご飯とかチキンライス既製品使って、なるほど、そうなんだ。じゃあキットカットとかオレオ使えるね、そういうこと？合ってる？あ、ベースは既製品じゃなきゃいけないの？そうなんだ。あ、時計、多分これマイクが拾ってるんだ、こっち側に置くそっか、あとそうだね、コーンフレークも使えるし、あとなんだろう、あとスプリンクルみたいな色のやつくらいしか名前知らない。あとアザランとか、そりゃ作んないよね。でもあれはトッピングっていう部類？難しい。あ、確かにマックフルーリーみたいですね、今話したのだと。うん、でもそしたらいろんなのが使えるね、既製品使っていいなら。だってわらび餅とかさ、なんかそういうのとか入れてもいいわけでしょシフォンケーキとか。じゃあシフォンケーキも焼かないの？
そうなんだ。え、てかそしたらコロッケ部何するの？コロッケってどこ既製品使うの？え、コロッケ、え、めっちゃ気になるんだけど。ボンソワー、フランスから見てくれてるのかな。すごいすごい、え、めっちゃ気になってる。あ、そうなんだ。じゃあ全然料理しないんだ。私もなんか今知ったよ。ちょっとよく分かってないわ。え、コロッケ部、そうなの。コロッケ部コロッケあげないの？私コロッケ部にもし行ってたら、なんかライスコロッケとかそういうさ、コロッケって結構いろいろできるじゃん。なんかそういう方向性行きたいなって思ってたけど、あ、よかった、行かなくて。そう、第一志望はそこだったので、あ、よかった。だってそしたら中身変えれないもんね。そう、なんかあとオムライス部に行ってもやりたかったのがあって、でもそれっては多分チキンライス使われちゃったら使えないから、その中のやつの味を変えたかったんで、チキンライスじゃなくて、私がなんかお店で食べてね、好きなやつがあって、和のやつなんですけど、それもそう、それとか大葉とか入ってるんだよね。大葉とかバター、多分バターで炒めて、バターライスっていうか、なんかね、キノコとか入ってたかな。そうって思ったら、デザートのさ、こうスキル、なんだろう、クッキー焼くとかそういうのはないけど、組み合わせとかめちゃめちゃ考えられそうで、ちょっとあの活かせるものが意外とあるかもしれない。うん、バターライスとかはいいんだ。なるほどね。じゃあちょっと私があれだ、なんか仕事ができるかもしれない、逆に。活かせるものがあるかもしれない。あら、あゆちゃん、バームクーヘンとかカステラがいいって言ってた。それもかわいいね。カステラか。まあ何と何と何が組み合わさるかだけどね。なるほどね。へえ。え？待って、今月末から来月で2週間の売り上げで決めるの？え？え？そんな急ピッチなの？え、ちょっと待って待って待って。え、ちょっと待って待って。え、じゃあ明日の仕事さ、結構じゃない？え、そんな急展開なの？私ちょっと待って、把握してないわ。ちょっと待って、後出すわそれ。なるほど。あ、そうなんだ。超急じゃん。どこだっけ。20、30。よし。そうなの？あ、私のアバター出た人いる、おめでとう。そうなの？いろいろ大人の事情だね。どうやって販売されるんだろう。結構謎だね。私も、いや本当に何も、まあ現場に行ってないせいだと思うけどね。都内某所。じゃあちょっとみんな都内に来る準備しといてください。都内行きのチケット。あ、そうなんだ。じゃあ明日なんかね。ちょっと待って、それ私ちょっと、もちょっとマネージャーさん自体に聞くわ。となんかメンバーに聞いてもいいけど、なんか私そんな急展開だと思ってないから、明日会った時とかにみんなに聞けばいいやみたいな、超のんびり考えてた。あら、デザートの値段が他の部と均一らしいから、デザート部ちょっと不利か。どういうこと、どういうこと。
がとう。私今日なんかゆるゆるっとこの話、なんでこの話したんだろう。あ、明日配信やるよってとこからか。あ、単価が一緒だとデザート手に出しにくいってことは、まあそしたらデザートのボリュームを上げたくなるよね。だからどこまでいけるかだよね。その材料費とかがどうかかるか。うん、なんか自分が逆になんかそれこそカフェに行った時にデザート、なんかそれこそこういうさアニメとかのカフェ行った時にデザートとかなんか一律だったりするの、値段が。もうデザートメニューは一律800円で、うーん、そのお料理のメニューは1100円とかさ決まってるとしたら、やっぱさ、え、この一切れで800円みたいに思っちゃうやつ、ケーキとかさ、もしあったとしたらさ、なんかちょっと出しにくいもんね。だったらなんか、あ、これでもうお腹いっぱいになっちゃうじゃんくらいのやつとかを選びたくなるかなって思うから、そしたらボリュームを上げればいいんじゃないか。って思うとオムライスがまあ一番買いやすくて、コロッケは大変じゃない、私的に思うのは。デザートはだってパフェとかって結構1500円とかするじゃない。ケーキとかだったらそのやっぱ1000円いかないような値段だと思うけど、600円とか700円とかだと思うけど、パンケーキとかもやっぱ1200円1300円、フルーツ乗ってれば1700とかいくやつもあるし、そう思うと、まあ、たくさん食べられない、まあ確かにそれはそうだね。でもそれで考えたらオムライスとかもそういうことになってくるでしょ、ご飯あるからみたいなところのいい塩梅だよね。なんか異様に重たい、すっごい生クリームゴテゴテとかさもうこれ激甘じゃんみたいな、なんか食べててしんどくなるようなやつも避けたいし、なんかね、なんかそういうところで、なんかもし同じ場所で同じ値段でってなるんだったら、まあ、何これ、いろいろ選んでセットにしたい。うん、なんか喉鳴っちゃった。売上金が勝負ね、わかんない、本当にどれだけ、どういうシステムかもわからないし、そこがね、入れ替え制なのかわからん。どこなんだ。でもその値段と見合ってたものにはしたいなって思います。うん、やっぱ値段だけが高くて中身が伴わないとやっぱりね、ってなるとやっぱりそれはちょっと惹かれないじゃない。うん、まあそのね、詳細が私も本当にもわからないので、でもなんかそういう風にも考えられるかなって。あと私が一個考えてることがあるんですよ。なんかこれできないかなって考えてるのが一つあって、でもそんな急に売られるとなったら準備が間に合わないなって今ちょっと思ってる。ちょっとでも明日それは聞いてくる、できるか。うん、ね、一般の方にも販売か。でもそれはすごい嬉しい。私はそういう商品のプロデュースとか食べ物に関わるお仕事を本当にしたかったからめちゃめちゃ嬉しいそう、ファンの方にももちろんね、売り上げみたいになってるからすごい食べてもらいたいし応援してもらいたいし、でもそれプラスで普通に好商品として美味しいって言ってもらえたらすごく嬉しいなって思うから、めちゃめちゃね
嬉しいんですよ今回の企画。私はうん、でもそんなキンキンだとリンちゃんは下もいないじゃん。あとセナタンね、いつ頃復活できるかだよね。ね、今療養中なのでセナタンは。そうだね、コスパを良くしましょうね。確かに明日篠崎さんいないからな。あ、なんかバタ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 だねそうだね。なのでそうなってくると7日間、何がそのイベント、どういうことどういうこと、あ、セナタンがね、びっくりしたびっくりしたそう7日間かってなると、まあ来週とかにはさね、あれだけど、なんかね、この部に参加して活動ね、販売の時にはもちろんさ、なんかできるかもしれないけど、ここを関われないのちょっと悲しいよね。何かしらの形で、でも SNS とか難しいもんね、この時ってね。だからどうだろう、コメントだったら参加できるのかなね、どうだろうね。とでも何かの形でもちろんそこも参加できたらいいなって思うし、あと、あの、皆さんもこれはとか思ったらぜひ教えてくださいこういうのとか流行ってるよとか、もし詳しい方とかいたらちょっと教えてください。みんな食べるの好きでしょね。うん、そして私はでもその発売の情報とかは、まあ、あの一斉にさ公式で発表されるのを待つしかないと思うんですけど、皆さんでも、あの、どの辺までちゃんと決まってるのか私はちょっと明日続いてきますあ、本当、この間の配信も、ちょっとそうだね、要確認です。てかとりあえずマネージャーさんに明日って何作るんですかって聞いてみよう本当にあのスケジュールしかね来てなくて、そう、ちょっとこの間の配信ってどんなことやったか、なんかまとまってませんかって、メンバーに送ってもいいんだけどさ、ちょっとせいちゃん今大変そうだからね。明日 A 公演、皆さんお察しだと思いますが、私とせいちゃんが一緒に出るということは、なのでちょっとちょっとマネージャーさんに前回のやつ、誰に聞くべきだ、これ誰が担当なんだって感じなので、はい、なのでちょっとね、せいちゃんにこれをね今聞くのはね申し訳ないので。そうなんですよ、なのでマネージャーまあ岩立さんが今日配信できているということはみたいな詳しくは言いませんが、下せいちゃんとね、そう、初重力シンパシー共演なので一緒に出られるので、ということはって感じなので皆さんが多分きっと察しているという。なるほどね、ちょっとトレードマネージャーさんに聞くわあ、どうしよう、キットカット食べ、あ、でもこっちキットカット食べない、今日はダメ、今日は散々お昼に甘いもの食べたからもうダメ、みんながキットカットのことさっき思い出させたかそう、で、
よし聞いた。え、何が NG ワードなの？わからなかった。の配信は何時までにしよっかな。あんまり決めてなかったんだけど、多分23時半は超えるよな。23時半は超える。1時間いくか半にやめるかちょっと今悩んでる。ちょっと喋っててどうしようかなって決めるので、ちょっとね、まだ終わらない予定です。まだ喋りたいのです。ああ、星ね、なるほどなるほど。なのでちょっと寝たいよって方もいる気がするので、まあ明日もね、夜やります。でまた声もいだか遅くなっちゃいそうだな、ちょっと絵だけど。眠さと戦ってる。23時に眠くなるのいいな。あー、結構いる。意識限界、あ、朦朧としてる人がいる。いる、今来た人もいる。まあそこはちょっと無理せずね。なんかたまにさ、私もなんか動画見ながらこう寝落ちしそうになる時あってさ、大体こう横になってここにさスマホ持ってこうやって寝る時が多いんだけどさ、気がついた意識止めてコンってなったりする時あるから、ほんと見る体勢気をつけてね。え、待って、昨日21時に寝てる、やばいやばい。やばいやばいやばい。あ、5時起きもいるし。そうなの、なんかちょっと体勢を気をつけて。そういえば私は最近ね、早く寝るように心がけてるんですけど、この間私はデザート部の話終わった、ちょっとマネージャーさんから帰ってきたら話すね。そう、この間スプラトゥーンのフェスがあったんですよ。そうで、フェスの日にやっぱフェスって2日間しかないから、もう全力でやらなきゃいけなかったんですけど、でもその中にもね、いろいろあって、なかなかゲーム一日中とかはできなかったの。うん、あ、そうそうそう、あのあれ、そう、最近やってたなんかポケモンのさ、ゲームがもうすぐ発売するじゃん、それとのコラボみたいなやつで、あなたが、なんかテーマ忘れちゃったけど、なんか水タイプか木タイプ、木、草か、草タイプか、と何だっけ、火、炎、なんかどっちか忘れちゃった。とりあえず水タイプなんですよ、私が選んだのは。水タイプにして、そう、昔からのゼニガメを選ぶ人なんですね、私。あ、火でいいのか、火、水、草か、炎タイプだと思った。炎ポケモンって言うじゃん、あれ言わない。そう、でも水タイプが好きで、でもアチャモとかも好きですけど、でも水タイプが好きで。はい、そう、だいたいスタート水タイプしか選んだことないと思う。そう、あ、炎？どっち？あ、炎で合ってたんだ。火タイプじゃなかった。炎タイプと草タイプと水タイプ？そう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 。それで、まあ水です。でですね、今回水が勝ったんですけど、フェス。もう私、なんかちょっと日中とかにあんまできなくて、いや、このまま朝の9時までだったかな、フェスが。朝の9時になったらフェスが終わってしまう。明日はできないんだ、このままフェス終わらせていいのかって思って突然気合い入っちゃって、日付変わったくらいに5時までやるぞっていう謎のスイッチが入ったの。そう、早く寝るように心がけてた人なんだけど、で5時までやるぞってなって
突然だよ本当に。その前の日とかも別にやってないのにだよ、突然気入っちゃって、あの何が何でも5時までやるんだっていう気合が入ったんですよ。あの気がついたら5時になってたとかじゃないですよそしたら5時までやるんだって決めたら時間経つのがめっちゃ長く感じてえまだあと2時間あるみたいな、あと2時間私スプラトゥーンをしなきゃいけないみたいな状態になってしかもなんか途中でエラーが起きちゃって、なんかそしたらエラーが起きたらなんかね何分だったかあのその通信でゲームするから多分エラー起こしまくってる人とかはなんかねあのバトルにちょっと一定時間参加できなくなるんですよそれにかかって10分ぐらい途中になんか通信ができない時間ができちゃって、えで夜中のそれが3時とかだったので、3時にさえどうしようって思って、あと2時間あるし10分待たなきゃいけないしどうしよう気合い入れようって思ってアイス食べてなんか本当に謎そう、でも最終的に最後の1時間がめっちゃ早かったんだよね。そう最初の2時間ぐらいかな、多分ね日付変わるぐらいに気合が入って、そっからもうなんか寝る準備とかをしたので、なんだかんだで2時近くになって、で結局やったのは3時間なんだけど気合でアイス食べてもうね何してんだろう私ってすごい面白かったその日そうなのにすごい弱くて私ね、その日全然勝てなかったのだからやばいこれ水負けるわって思ってたんだけど、次の日起きたら水が優勝してたから、なんでかわからないんだけどマジで意味が分からなかったあの日の私は。でもなんかあこんな夜も楽しいなって思ってそれが日常じゃないから、もうなんかフェスっていうのでちょっとね気持ちがね上がっちゃってね、はい、うん、なんですよ。そう私アイス全然食べないんです普段。そうでもたまにあこれ美味しそうだなとか、あとはあのふるさと納税でも私アイス頼んじゃったの。でも食べてないから夏にね向けて買おうってか届くように設定して5月にさ届いたんだけどさ、食べきる前に夏終わっちゃったのそうだからそれも残ってるし、あとこの間なんかねお芋のアイスがすごい好きなのね私で、お芋のアイスを買ってきたんだけど日常的に食べることがないから、やっぱアイスは食べるぞってならないと多分食べないんですよ。うん、なんかアイスめっちゃ好きでもう夏場とか2個食べちゃうみたいな人いるじゃないですか。夏にもね私そんなに食べたいってなることがなくて、アイス。そうてなわけでもうアイス食べるのも今だみたいななんかなっちゃったんだよね。あそう、うん、なんかやっぱアイスはそういう時に食べるものかなうーん、なんでなんだろうなアイス。いや食べたら美味しいんだけど、なんか食べるまでがあんまりね、あんまりなんかこうおやつ食べようってなったりしてアイスに行かないんだよね私ね。何勉強になりますって何どこが何の話なんでなんだろう。でもちょっとそのふるさと納税のアイスはなんかやっぱ冷凍庫を圧迫してしまうので食べないとなって思ってるんですけど、なか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 そうなんですよ。だからちょっと手伝ってもらおうかなって思ってます、誰かに。でも減ってないってことは多分うちがそもそもアイスそんな食べないじゃん。
うん、あーなんか夏とかハマってる時期は出てくるけどな、夏以外家族アイス食べないな、うん、大体の感覚で言うと。そして私は多分夏でもそんな食べないなるほど、気合い入れる時とかにアイス、はい、そうです、特別感があるものを食べます。だから私多分アイスはそんなに好きじゃない、はい、ってことをこの1年かけて学びました。うん、ただお芋のアイスがすごい好きです、それは本当この間もね、なんかこの芋のアイスが美味しいんだみたいなことを弟に説明したくて、ネットでお芋アイスって調べたらすっごいいっぱい種類が出てきて、なんかパッケージが全部違って結局どれか分かんなかったんだけど、なんかニューデイズで売ってたアイスなんかほんとどこのか分かんなくて、モナカ、お芋型のモナカがあって、お芋味のアイスが入ってて、あとお芋のなんかペースト、お芋あんみたいなペーストが一緒に入っててっていうアイスが好きなんですけどあんのお芋アイスですか、あんのお芋、そんな気がする、確かそんな名前だったけど、パッケージがなんかたくさんあるんですよ、こう見てたら、え、あんの芋アイスですかこれ、あら、あんの芋アイスですって、あれ、こないだあんの芋アイス出てきたかな、見なくちゃ、あんの芋、あんの芋、ん、あんの芋、あ、あ、これだ、あんの芋もなかだ、あれ、なんでだ、なんでこの間これ出てこなかったんだ、あんな、あんの芋って調べてないからだ、なんて調べたんだ私、さつまいも、焼き芋、アイス、なんかわかんないけど、この間と違う結果が出てきました、やった、うわー、あ、パルムのやつは食べたことないですね、あ、これです、これですえ、待って、今日の感じ、あんな芋じゃなくて戦闘態勢みたいな、どういうこと、あ、これこれこれ、あ、これだこれだ、多分これ、うん、多分、うん、でもなんかほら、このあんの芋もなかがさ、6もあると思いきや1枚がさ、焼きお芋もなかハートみたいなのがあるんだよね、あとお芋もなかっていうのもあるし、焼き芋アイスとかもあるんだけどさ、あんの芋もなかな気がする、これです、あ、もなかって調べたんだ私ありがとうございます、最近は、最近じゃないな、買ったのはね多分2年ぐらい前なので、あ、はい、好きって言っても年に1回食べるか食べないかぐらいなので、ちなみに今年は食べてないですまだちょっと怖い話だよねでもこのアイス好きですこのアイスは好きです。あと私が好きなアイスはハーゲンダッツのいちごです。なんか。あと、あ、この間ちなみに食べたのはラポッポのアイス。ラポッポってお芋とアップルパイのお店があるんですけど、そこのアイスです。本当に食べないんですよアイス、本当にすいません、でも美味しいから、これは、まあ、見つけたらちょっと食べたいなーってなるかもしれないけど、そもそもアイスコーナーに行かないので探すことがないんですよラポッ
ポはいつだろうな、なんだろうな、ラポッポはちょっと前にセブンイレブンで買いました。でももしかしたら買ったの9月とかかもしれない。そう、なんか買って思い出した、10月です。武道館の帰りに買った。武道館3 days 終わって、なんかすごい私の紹介したじゃないですか、もうなんか意味わかんないくらい、もうこの日々の疲れみたいなものが爆発したみたいな、でコンビニでめっちゃ買ったみたいなことを話したと思うんですけど、それです。その日に本当は食べたくて多分買ったんだと思うんですけど、結局ポテチとか食べたら満足しちゃって。そう、あで結局ね、あの日に買ったねカントリーマームのあのチョコがすごい染みてるのあるじゃないですか、それもそういえばまだ食べてないですね。そう、その時に買って、で私食べようと思って買ったのに、これ食べないとどうしよう、食べなきゃってずっと思ってたんです。そう、まあ美味しそうだし食べたい気持ちも一応あるし、ただ食べるタイミングが分かんなくて、でまあスプラトゥーンの日に、はい、朝チョコまみれ、そうスプラトゥーンの日に気合を入れるために食べたんですよ、ラポッポを。割と私は本当に買って満足するタイプで、あそういえばあの私ちょっとすぐそこにあるから持ってくるね。よいしょ、あ届いた。あの私ネギ育ててたじゃないですか。でネギ育ててた夏、皆さん覚えてますか、あの夏の日々を。はい、それでまあちょっとネギは別に好きじゃないから、次はね違うの育てようかなっていう話もしたじゃないですか。なので次は好きなものを買ってきたんですよ私。それではご紹介します、こちらです。ででーん、ほうれん草栽培セット。ほうれん草です。ほうれん草が大好きで、そうでなんか見つけて買いました、スピナッチ、そうです。そう、まあそのネギももちろんねリベンジって思ったんですけど、でもなんかその栽培適正温度とか見た時にこれがちょうど良かったんですよ、これからの季節にって思って買ったのが確か先月なんですよね。実は温めてますまた。だから今すぐに私はこの子を育て始めなきゃいけないんです。はい、まだ間に合うよね、最近だってまだあったかいもんね。そうそう、であとその時に可愛いって思ってもう一個買っちゃって、こちらなんですけど、ネモフィラ。あ今がやっぱいいんだ、ポッパイ、じゃあポッパイ今すぐネモフィラも買っちゃったんですよ、可愛いなって思って。可愛いよね、めっちゃ良くない？そう、うちがこんなお花畑になる予定なんですけど、嘘嘘。これもその気温とかとしましては、まあほうれん草と同じくらいだったので、あネモフィラはあの食べないですよ。これあのお花を咲かせるんです。うん、あ春の絶景スポット、えこれいつ育てたらいいんだ、わかんないくなってきました。
来年育てたらいいのかな。こちらはここに書いてある、幻想的な春の絶景スポットとして各地で話題になっています。ほう、来年かな。え、今育てていいのかな。冬に育てて、あー、じゃあよかった。私これ寝かしててよかったんだ。なんか今すぐ育てなきゃいけないなって思って気がついたらもうなんかあれ、いつ買ったんだっけこれ。あ、あやまんのあのイベントっていつでしたっけ。10月の、あ、1ヶ月経ってる、もしかして1ヶ月経った。私これ買ってから、そう、あの日私なんかお昼出演してゲストで出て、その後夜まで空いたから買い物してたんですよ。あれ1ヶ月経った、もしかして。あ、そう、あの休憩時間私は花を選んでました。本当にこうやって買って満足しちゃうことが本当に多くて、あ、ネモフィラの種まき時期は9月から10月頃が適、え、嘘嘘嘘嘘、もう間に合わない、もう間に合わない、やった、その時だった。え、スピナッチは大丈夫？でも最近まだあったかいじゃん。あ、でも寒くなってきたか。まだ間に合うかな。まだ間に合う。ちょっと私も調べよう、ちゃんと。そう、今すぐやらなきゃいけないけど、明日、え、これ時間かかるかな。開けよう、まず箱を開けてみる。よいしょ。あ、すごい、土の匂いがする。あ、土出てるじゃん。嘘だ、かわいい、ハート型。開けた瞬間ね、土の香りがしてきた。種まきの時期間に合いそう、間に合いそう。11月だ、秋まき、いけるやん。あ、やった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 。発芽適温とか栽培の適温的にはいけるね。あれ、寒いところだと春に巻いて、寒いところ、うん、暖かいところだと秋に巻くらしいけど、ここは、ここはどこ、どっち、え、寒冷地、わかんない。でもネモフィラは暑さに弱いらしいです。うん、なんか難しいことが書いてありますね。日本ってどっち。え、寒冷地ではないわよね。でもこれから冬を迎えるじゃないですか。寒いわよね。ちなみに言うとさ、今年の冬はでもすごい寒くなるらしいですよね。え、寒冷地じゃない、うちは関東は平気なの。北海道とかのレベル、寒冷地っていうのは。あ、そう、今年の冬はすごく寒くなるって聞いてて、ええ、じゃあ、え、今今でいいのかな。あ、うん、外では育てないです。家の中で育てますよ。あ、じゃあやっていいのかな。じゃあやっちゃおうかな。あ、なるほど。
じゃあちょっともし今年の気候的にまずかったら私が温めますこの子っていう気持ちでちょっと早いとこ種をまこうと思います。ギリギリ間に合いそうなので、よかった。でも発芽適温20度以下での種まきをおすすめしますってなってて、最近までちょっと20度超える日があったから、きっと今なんでしょう。はい、そう信じております。なのでじゃちょっとネモフィラはまず急げっていうことでね、まずここに置きます。次問題のスピナッチですよ。これはなんかちょうど良さそうってさっきコメントもあったけど、開けてみようか。これもスピナッチスピナッチスピナッチ、あ、開かない、イエーイ。これはなんかお弁当箱みたい。すごいエコにあれしてるやつだ。おお、なんかすごい、なんか土が出てきてる気がするな。え、ほうれん草の種ってこんな感じなんだ。えー、あ、サラダほうれん草ですよ。これは良いですね。あ、あっという間にほら30分過ぎちゃった。おお、サラダほうれん草はうん、ネモフィラと同じかも。発芽適温が15から20度の栽培適温が10から20度。あれ一緒今流行ってるんだプラントベース。あ、本当だ、一緒だよこれ。あ、うん、嘘。栽培適温が私レタス見てる。栽培適温が、あ、ネモフィラの方が10度から20度で、ちょっと、あ、うん、嘘。一緒でした。私ずっとレタス見てました。レタスと見間違えた。このね、バガスグリーンっていうのかな、この多分シリーズで、他にネギもあったんですけど、あとレタスとラディッシュとミニキャロットとミニトマトあったんですけど、やっぱネギはね20から25度だからちょっとあったかい時期にやんなきゃいけなくて、ミニトマトなんて暑い時期だよね。一番寒い時期に作れるのがこのサラダほうれん草なんですね、きっと。はい、レタス育てない。サラダほうれん草がほぼ一緒でした。でもレタスもだからいけそうな感じですね。はい、あ、しかもなんかすごいの、この容器がね土に変えるらしい。すごくない？埋めたらいいのかな、どこに埋めたらいいんだろう逆に。難しいけど、でもね、うわー、ちょっとやる気が出てきました。とかやらなきゃいけないという気持ち、よかった。なんか箱こう積み上げてて、まあなんかさ、夏休みの宿題とかもさ、そうなっちゃうじゃん。ちょっとさ、あとでというか、なんかちょっと開けなければ始まらないというか、いいような気がしちゃってたんですけど、始めようって思いました。なんでこの話してるんだろう、私もちょっともうわからないんだけど、ちょっと閉じてね、良きです。やりましょう、今週中に始めます。ちょっと明日はちょっと厳しい気がしてるので、今度こそね、芽吹かせます。芽吹かせます。
喋った喋ったなんかすごいバーッとここまで喋ってきましたけど金土しかないけど大丈夫。金まあ金土土曜かな、土曜の方が現実的だわ。あそうだ、マネージャーさんから返信来たのか。あ来た、来てる来てる来てる。ああ来てた来てた。ほうほうほう。デザート部。ああなるほどね。あやなの絵あったよ。ああなるほどね。確かにこうやってカットするってことか。あトライフルみたいなやつだっけ。あなるほどね、缶詰とかそういうのも使えるんだ。季節的になんだろうな。ねってことは明日はきっとシフォンケーキ食べられるな。やった。くんが刺さってるの？え、なんの？え？それはちょっとごめん、分かんなかった。なんか雪だるま刺さってると思った。違った。なるほど。あーなるほどね、面白い。あこれ他の部のやつも見れる、すごい。あー面白いですね。これ明日なんか、ま、形にしなきゃいけないんだよね。ちょっとなんか思いつくことあれば考えとこう。あーでも結構制約ありそうだなこれ。これなんで難しいんだろう。なんだろうな。みんなは見れない。これは私たちがこの間の、配信の内容をまとめた資料を作っていただいてた。でもこれじゃ成り立たなくないか。ちょっとこの後考えます。私は考えます。あ、そうそうそう、あの全部ね、なんて言うんだろう、あのデータみたいになってる。もうすごい綺麗にまとまってる。ざっくり多分この間そのさっきみんなが言ってたやつだよ。ほぼシフォンケーキとパフェみたいな話が出て、そうあやながシフォンケーキ推しで、せいちゃんがパフェ推しで、であゆちゃんがカステラとバームクーヘンっていう案を出してくれてたっていう話。そうね。でまあその流れで多分あやなんか描いた絵が
ここにその問題のエイト君とかがいる絵がある。何で遊べるかしら。マネージャーさん本当にこんな遅くまでね。本当だよね。本当にアイス、アイスじゃない、あ、でもちょっとこれ資料が来たので、なんかこれはできないですかっていう明日ね、参加、参加というか、あ、ちょっと待った、これ使えそうじゃん。私がねちょっとねやりたいと思ったやつがワンチャンできるような気がしているんです。え、これ間に合うのかな、ちょっと聞いてみました。やりたいやつがあるのよ。ちょっとこれメモしてきます。私はどのメモ帳使おうかな。でも今後こっち使うからこっちにしよう。そう、なんか最近そう私が手帳みたいに使ってるノートが終わっちゃったので、このタイミングなんですけど、なんか私その普通に日付とかが入った手帳を使ってなくて、ノートを自分でアレンジしてそこになんかタスク的なのとか書いたりするような、なんかバレットジャーナルっていうやつを今年から始めてて、そのノートがちょっとこのタイミングでなくなったのでどうしようかなって思ってて、で今ねちょっとね今週で終わっちゃうの。だからちょっとあと数日だからどうしようかな、こっちを書いていこうかな。でもこっちのノートのセットもまだできてないから、難しい。てな感じでちょっとどこに書くか悩んでるので携帯のメモに書きましょう。これは下荷物が少なくて済む。あ、そう、そのね、あとバレットジャーナルみたいなやつを初めて思ったのは、これは持ち歩きに向かないノートだって思って、そう、この前にファンの方にいただいたやつを使ってるんですけど、結構分厚いからまあ大体1年いけそうって思って使い出したんですけど、持って歩くとなるとやっぱね場所を取るなと思って、そうなんですよ。だからねノートがそれも次使いたいのこの子なんだ、スタバのノート、方眼になる次は。でそう、この薄さの方が持ち歩きやすいなって、でもなんかこう継続して使うにあれだなって思いながらも、まあ来年の頭とかまで行って春にちょっと考え直せばいいかなっていう気持ちもあるね。そうして、こっから1年は行かなくていいかなって、そうてなわけでちょっと今ノートも、ね、切り替え時だったりするんですっていうね、もう何でも話せちゃうから終わりが見えなくなるけど、そろそろ言ってた時間なので終わりにしようと思います。なんかとりあえず明日は12時から14時まで配信がありますので、デザート部の配信、なんか今さっき話してた感じだとちょっと結構急ピッチで進めないといけないような気がしてるので、ちょっと頭フル回転で頑張ろうと思います。それからの重力シンパシー公演です。私自身いつぶり、そんなに空いてないよ、半月ぐらいですけど、最近ちょっと引きこもってたのであんまり動いてない分ちょっと体力面は心配です、心配です。私せいちゃんと初共演なのでなんかそれもドキドキしております。ドキ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 、暗いかな、暗いかな、そうだね。
はい、でまた夜帰ってきてからね、配信きっとすると思います。デザート部どうなったとか、ふわーって、あ、元気がなかったらやめちゃうと思うんですけど、やる予定でいるので、もし夜、まあ、お昼見に来れないよって人も多かったから、夜来れたら来てください。そうだね、せいちゃんとはシアターの女神の千秋楽以来かもしれない。劇場本当にそうだよね、だって僕隊も出てないしね。うんめっちゃ久しぶりです。なのでね、楽しみです。それじゃあ、それじゃあランキング見ますよ。ランキング13位からいきますね。13位はしゅんごさん、そして12位が、え、ちょ、待ってなんて読むの、これなんて読む人、12位の人なんて名前、え、10、これは音読み15、え、そのまま読むとさ、15以下警部将補さん、めっちゃ斬新な名前めっちゃ斬新な名前なんだけど、合ってますか読み方、ありがとうございます。そして11位がアンガーさんかな、 ANGAH さん、そして10位がワイマツアとヨツワさん、デザート部楽しみ、やったありがとう。そして9位がユキタン、あと作法に温めてもらいたい8位、ロクちゃんアイスをくれ、いいよ冷凍庫から持ってけ7位、ヨッシーさん、そして6位がカズミ、あとサホマニアさん、5位、横秀さん、4位、全角30文字以内さん、お先にびっくり、お先にびっくり、え、どういうこと、どういうこと、私何の話した、ちょっと待って、どの部分記憶がもうない3位、ミミパパさん、デザート試食なんだろう、なんでしょう、楽しみです。2位、ケンさん、1位、トモさん、というわけですね、ありがとうございます。あ、15位のゲ行部、え、ん、さっきの方、ありがとう読み方それで合ってたのかなあ、5分前にお断りになった人もいた、じゃあほぼ聞けてないじゃんありがとう来てくれて。ヤッホー賞が大橋さんですね。して作法賞がみさわくん、今日も可愛い、ありがとうあー、昔の簡易、なるほどね。15位、待って、さっきのひらがなもう一回もいいよ、すごい物知りがいた、私初めて見ましたこれは。15位の芸、そこで切るのね、行部醤油、なるほど、最後の字言うって読むんだ。15位の芸、行部醤油日本語不自由みたいになっちゃったはい、というわけで勉強になりましたわ、ありがとうございました。それでは皆さん、今日も見に来てくれてありがとうございました。眠い中お付き合いしてくれた方も、なんか途中で目覚めたわって書いてたりもしたけどありがとうございました。おさかべ、あ、へえ、おさかべさんそれでは皆さん、ザホリンズの合言葉をお願いします。合言葉はスマイルウィズユー。皆さんおやすみなさい、もう寝てください寝てね、ありがとう付き合い、本当に遅くまで、バイバーイ。面白い。